目指せ北関東制覇 PL です。紫陽花が綺麗ですね。というわけで本日私は群馬県伊勢崎市の方に来ております。でも今日はこれ紫陽花じゃないんですね。アジサイの後ろに見えるでしょうか。勝負でございます。というわけで私は本日赤堀花勝負園というところに来ております。あっちさすげえ咲いてんじゃん。今ここでは、勝負祭りが開かれているというところで、どっかに登りあるかな。あっちにあるな。じゃあ登りの方行ってみましょうか。アジサイはまだまだこれからだね。つぼみだから、もうちょっとすると逆に、まあ勝負のもまだまだなんで、これからだ楽しめそうですね。国指定石女堀赤堀花勝負園ということで、でまあここで、まあ上り役かな、赤堀花勝負園というので花勝負祭りがやっておりますと。すごいね。こっから降りれそうだね、下に。次この堀のところにずっとこう勝負が咲いていると。ここら辺はあんま咲いてないな。あっちの奥が咲いているのと、あ、こっち咲いてるね。こっち綺麗にこっから咲いてます。なんか堀にこうなんか水が剥がれて飲みない。そしてカラスがうるせえな。じゃあこっちメインは後にして左から行ってみようか。まあ咲いてないところがあると、あ、結構全部つぼみだね。わかるかな。つぼみがたくさんあるんで、まあ逆に言うと、まあこれ6月2日から確か、勝負祭り開催されてるんですけども、まあまだまだ楽しめるよということじゃないでしょうかね。三分咲きかな、ここら辺は。向こうに行って五分咲きとかそのぐらいだと思うんで。いや、いいですね。勝負の花って、綺麗だね。アジサイも綺麗だね。今年はどこアジサイ見に行こうかな。遠近法とかじゃない。やっぱこっからたくさん咲いてんだな。白と、まあ、藤と紫とその3色ぐらいかな。いいね。勝負っていうと子供の日にお風呂に入れるとかそんなような勝負湯にするってイメージあるけど、花は花でこう綺麗なんだね。あれ、あっちの黄色い色とか見えるの。黄色い花もあんのかな。こっからすごいな。これでちょうど一番端かな。そしてこの堀に入って、咲いてるっていうのがいいね。こう右側にこうずーっとちょっと一段高いところに木が植わってて、あれなんだろうな、桜じゃなさそうだしな。でその下をずーっとこう堀の中に勝負が咲いてるって、いいな。堀の上から戻ってみようか。そこで渡れそうだもんね。いや、この間にかかってる木製の橋もいいね。あ、でも危ないですね、こっちは歩くと。
やっぱ中の道を歩いた方が良さそうですな。だいぶ戻ってきましたね。そこが初めに入ってきたところなんで、やっぱりこっから向こうに行くと咲いてる量が違うね。多分全部ずらして咲かせてるんでしょうけど、いやー、ここはもう藤色メインだね。で、奥にあんの、あれ多分アジサイがパカパカ咲いてっから、アジサイもやっぱりもうちょっとするといい季節になりそうだね。ああ、なんか堀の感じが出てるね。いいね。で、こう藤の花がね、こう。いやー、美しい。でもやっぱつぼみがまだ多いね。これからだね。いや、全然まだまだ楽しめるね。で、勝負祭りの期間なんですけども、こちらのようになっております。まあ、というわけでね、ちょっと期間、これ、もしかしたら終わった後の方が見頃なんじゃないかっていうような気はするけども、まあ、ホームページでね、何日かごとに今、南部咲きだよっていうのも出てたりしますんで、まあ、それを見てもらえば、まあ、一番いい時期に来れるんではないですかね。ああ、いいね。こう、水もね、綺麗になってないと育ちませんからね。で、これの、逆側に、まあ、さっき見ました。まあ、アジサイが結構、ポツポツと咲き始めてるって感じなんで。で、まあ、こう戻りますとね。いいね、やっぱり。勝負の感じが。カラスだけはうるさいですけどね。右にもなんかある？立ち入りでしょ？保護の、史跡保護のため立ち入り禁止。あ、じゃあここまでか。こっちの方はこっちの方でカラフルなのが咲きそうだね、これかな。ここはやっぱ藤がすげえな、藤色の勝負部が。咲くのはちょっと遅いのかな、それで少ないのかな。はい、というわけで本日は群馬県伊勢崎市の赤堀花勝負園の勝負祭りで、ございましたと。いやー、勝負いいね。これあやめが見れなかったからね。まあ、あの、個人的になぜか同じ系統だと思ってる。勝負も綺麗ですね。いや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 。はい、アクセスです。ちょっと電車では来れない場所にありまして、車ですと北関東道の伊勢崎インター降りて5分で、着きますというところでね。いやー、もう梅雨に入っちゃいましたんでね、多分確か入ってるね。で、次はおそらく、アジサイかなと。その前にラベンダー見に行く。まあ、というところでね、皆さんも、群馬県伊勢崎市の方に花勝負なんか見に来ませんか？ご視聴ありがとうございました。